はい、明治大学の、横山雅宏と申します。で今回はそうですね、先ほどご説明いただきました通り、ちょっと研究を進めていく上で少し困っている点がありまして、その点についてちょっと、皆さんにご知見をいただければなというふうに考えています。まずご挨拶ということで、私たちは、情報セキュリティの分野の研究をしているんですが、その中でも、プログラムの、脆弱性及び脆弱性を悪用する攻撃への対策として、プログラムローダーを用いて、脆弱性を招くライブラリー関数を、安全な関数に置換する手法っていうのを、研究しています。で本日は、その今開発中のローダーの概要についてまず最初にお話しさせていただきまして、2番目にその開発している上でちょっと課題となっている点について、お話しさせていただきたいと思っています。でこのローダーの概要っていうのは、今年の1月末にちょっと国内の学会で発表させていただいたものになってまして、ちょっとそちらをそのまま流用してますので若干こう硬い内容になってるんですが、皆さん、そうですね、温かく聞いていただきたいと思います。でこちらがその発表した内容になるんですが、プログラムローダーを用いた関数の置換により、スタックベースドバッファーオーバーフロー攻撃、スタックベースドバッファーオーバーフロー攻撃を緩和する手法の提案というものになっています。まずはじめに、スタックベースドバッファーオーバーフロー脆弱性なんですが、ご存知の方いらっしゃるかもしれないんですが、C や C++ で作成されたプログラムにおいて、スタック上に確保されたバッファーに、その容量を上回るサイズの入力を許してしまう脆弱性となっています。でこちらはその脆弱性の、種類を識別する、番号みたいなものなんですが、 CWE というものがありまして、それで121番というのに分類されている脆弱性になります。で、今回そのスタックベースドバッファーオーバーフローというのをちょっと略して SBOF と呼ばせていただきます。で SBOF 攻撃なんですが、この SBOF 脆弱性を悪用し、リターンアドレスなどスタック上に配置されるデータを書き換える攻撃となっています。でこの攻撃によってどのような脅威が想定されるかというと、プログラムの実行のクラッシュであったり、もっと悪いもので言えば、端末の制御の端子などが引き起こされる恐れがあって、危険といえる、脆弱性及び攻撃となっています。でこの SBOF 脆弱性の報告件数というのが、この NVD という脆弱性の、データベースみたいなものがあるんですが、そこで報告件数がこう、調べることができまして、でこちらの、グラフですね、縦軸が報告件数で横軸が、年を表しているんですが、2007年から2012年にかけてはこう顕著に減少傾向が見られるんですが、それ以降は若干こう落ち着いてまして、今でもその50件から100件の間でこう一定数が報告されているという現状です。なので、SBOF 攻撃の対策は、依然として重要だと、私たちは考えています。でそのバイナリに SBOF 脆弱性が、作り込まれる一因というのが、適切なその書き込み先のバッファーの境界検査を行わずに、SBOF 脆弱性を招くライブラリー関数を、利用していることが、挙げられます。この SBOF 脆弱性を招くライブラリー関数がどういうものかというと、strcpy 関数であったり strcat など、関数内に書き込み先のバッファの境界検査の処理を含まないような、関数になっています。で、我々のその調査によって、こうした関数を利用するバイナリが、すでに一定数配布されていることが、分かりました。既存の、そういった、攻撃の対策技術っていうのが、コンパイラーであったり OS であったりハードウェアのレベルでいろいろ提案されています。そうですね、 Linux とかだと、そうですね、 SSP であったりリルローであったりっていうのは、GCC でこう一般的なものになってます。それからあと DEP とかスラっていうのは、皆さん結構聞いたことがあるのかなっていうものですね。あと NXBit などで、このように、コンパイラーであったり OS であったりハードウェアなど様々なこうレベルで、この攻撃の対策っていうのが、実現されているというような状況です。なんですが、
いくつか問題点がありまして、まずコンパイラーによる、対策技術っていうのは、適用するためにソースコードを再コンパイルしなければいけないので、ソースコードが得られないような、配布済みのバイナリに適用することができないというような問題があります。それから OS やハードウェアっていうのは、実行環境にすごい依存しているので、そういった環境によっては、こうした効果を受けられないというような、問題があります。ということで、研究背景のまとめなんですが、SBOF 脆弱性は、現在も一定数が報告されています。 SBOF 脆弱性を招くライブラリー関数を利用するバイナリが、すでに一定数配布されています。既存の対策技術には、配布済みのバイナリに適用不可という問題であったり、あと実行環境に強く依存するというような問題があります。なので、研究目的は、このセーフトランスローダーというのが開発しているローダーなんですが、こちら後ほど、もう詳しく説明したいと思うんですが、こちらを用いて、ライブラリ関数を置換することによる SBOF 攻撃の対策を実現するということを、目的としています。これによって、既存の対策技術の、問題点を解決するというようなところを目指しています。で今回その32ビットの Linux OS における ELF バイナリの保護を想定して、プロトタイプを作って、評価を取りました。でセーフトランスローダーなんですが、こちらその我々が研究室で開発しているローダーになってまして、アプリケーション層の、プログラムローダーです。で OS のローダーに代わって、この保護対象バイナリをロードし、その際にこのバイナリの中で呼び出される特定のライブラリー関数を、他の関数に置換するというような機能を、備えています。で今回はその SBOF 脆弱性を招く14のライブラリー関数を、安全な関数に置換するということを行っています。この14のライブラリー関数を今後、置換対象の関数、それから安全な関数の方を、境界検査関数というふうに、呼ばせていただきます。でこちらの図が、セーフトランスローダーの適用のイメージなんですが、セーフトランスローダーを適用しない場合は、各実行バイナリに対して、OS の標準のローダーがロードして、実行するというようなことを行うんですが、セーフトランスローダーを適用する場合は、まず OS の標準、OS 標準のローダーによって、ロードされたセーフトランスローダーが、保護対象バイナリを自身の仮想アドレス空間に展開して、この上で実行するというようなものになってまして、保護したい対象のバイナリに対して個別に適用するような、そういったイメージのものになっています。で置換対象の関数と境界検査関数というのが、どのようなもの、なのかというのを見ていきたいと思うんですが、こちらの下に示している、書籍ですね、こちらを参考に、この中でこう取り上げられているこう危険、バッファー、オーバーフローを招く関数としてこう紹介されているものの中からその14個の関数を置換対象に選定しています。文字列のコピー関数であったり、連結の関数であったり、そしてメモリのコピーであったり、あとはプリント FP だったりスキャン F などですかね、こういったものを置換対象の関数としていて、それぞれ、その境界検査処理を追加したこの境界検査関数というのを、定義してこちらで置換しようというものです。でもう少しそのセーフトランスローダーの動作について、見ていきたいと、実行の流れを、コマンドライン と、あとはメモリーの状態とこう、ご覧いただきながら説明したいと思うんですが、まず普通に、セーフトランスローダーの引数に、保護対象バイナリー、コマンドライン引数に保護対象バイナリのパスを渡して、このコマンドラインから実行します。すると、OS 標準のローダーによって、セーフトランスローダーがロードされて、このような仮想アドレス空間が、生成されます。でそうすると、OS 標準のローダーによって、このセーフトランスローダーの、コードが実行されるんですが、その中で、セーフトランスローダーが、保護対象バイナリのそうですね、コマンドライン引数として受け取った保護対象バイナリのコード部分とデータ部分を、マップします。このような形で、ちゃんとバイナリの中で指定されたアドレスの部分に、保護対象バイナリのコード部分とデータ部分を、マップします。
で次にそのこの保護対象バイナリの実行に必要な共有ライブラリーのロードを行うんですが、libc みたいな簡単なものであればセーフトランスローダーの実行の際にすでにロードされているので、まあ、そういったものはロードしないんですが、何か他に必要なライブラリーがあったらそれをまあロードします。で、そこで再配置処理ということを行うんですが、この際に関数の置換を行います。でそうするとこのコードとデータの部分、ここで、こちらこの共有ライブラリーの関数を呼び出している部分に実際にこの共有ライブラリーがロードされたアドレスをこう書き込む作業なんですが、その際に関数の置換を行います。で、それを終えると、セルフトランスローダーは保護対象バイナリーのエントリーポイントに制御を移すことで実行を開始します。こちらの実行を開始します。となると、コマンドラインに戻るんですが、実行が始まります。で、まあ、正常になんかこう入力をした場合は、正常にこう実行を完了することができるんですが、何か実行中に、この SBOF 攻撃を引き起こすような、なんか不正な入力を与えた場合は、先ほどここに置換処理、関数の置換処理を施したことによって、このスタックが保護されるので、これによってまあリターンアドレスなどの書き換えを防ぐことができて、エラーメッセージを吐いて実行を停止するというようなものになっています。関数の置換をどのように行っているかというものなんですが、ELF バイナリの実行において、共有ライブラリー中の関数のアドレスは、この GotPLT セクションというところに格納されます。でセーフトランスローダーはこの部分に、境界検査関数のアドレスを書き込むことで、関数を置換します。例として、strcpy 関数に代わって、この境界検査関数である hstrcpy 関数が呼び出される様子を見ていきたいと思うんですが、通常であれば通常のセーフトランスローダーを適用しない実行であれば、ここの gotplt の、strcpyのアドレスっていうのは、共有ライブラリー中の libc の strcpy 関数を指しています。なんですがセーフトランスローダーで実行した場合は、こちらにここに書き込むアドレスが、共有ライブラリーの方ではなくてセーフトランスローダー上で定義した境界検査関数の hstrcpy 関数のアドレスがこの部分に書き込まれるので、こちらが呼び出されるのではなくて実行の際はこちらが呼び出されるようになります。なのでこういうことによって、関数の置換を行っています。でこの境界検査関数は、まあ、libsafe という、ライブラリーの、ものを参考に我々が独自に実装した関数になってまして、まあ、セーフトランスローダー上で定義されています。で書き込み先のバッファの上限サイズを計算してその書き込むデータのサイズが、計算した上限サイズ以下であれば書き込みを実行するというような処理がこう追加されています。上限サイズより大きいものは、プログラムの実行を停止するというようなことになってまして、これによって、まあ、境界検査書き込み先のバッファの境界検査を実現しています。でこの境界検査を行うことで書き込み先のバッファのオーバーフローを防ぐということを行っています。書き込み先のバッファの上限サイズの計算はどのようにするかというと、関数のスタックフレームになっているんですが、行為から、引数、リターンアドレス、フレームポインタ、ローカル変数の順にこう並んでいるんですが、書き込み先のバッファがこの部分にあったとして、この書き込み先のバッファの含むスタックフレームのフレーム内の、このフレームポインターの位置、アドレスから、バッファのセントアドレスを引いた部分、この部分を、書き込み可能な上限サイズというふうに設定しています。でこのフレームポインターのアドレスというのは、スタックの先頭にあるスタックフレームのフレームポインターの位置から、まあ、紐づる式にたどっていくことによってこの位置が分かるんですが、なので、この部分が書き込み可能な上限サイズとなるので、フレームポインターこうですね、にあるデータ、リターンアドレスのような、データをこう保護することができるようになります。
で以上が、セーフトランスローダーの、概要というか動作だったり、そういった部分なんですが、で実際に評価を行ってまして2つ評価を行ってます。で1つは、有効性の評価ですね。でもう1つはパフォーマンスの評価を行っています。で評価環境は、こちらの CPU は G4 ですね。で Ubuntu の 14.04 の 32bit と GCC は 4.8.4 ですね。でちょっとこの若干ハイスペックな CPU を使って評価を取ってるんですが、特に理由はなくて、こちらを利用して評価を取っています。でまず有効性の評価ということで、評価の対象として、3種類のバイナリーを選定しました。でまずは、典型的なものという観点で、先ほどあった、脆弱性のこう種類をまとめている、ようなページがあるんですが、そこで公開されているサンプルコードをもとに作成したバイナリー2種、それから、普通に実用バイナリーとしてなんか使われているネットワークオーディオシステム 1.9.3 というものが、比較的最近脆弱性が見つかったというもので、こちらを選びました。この CVE っていうのが、このバイナリーに対してこの脆弱性が発見されましたみたいな投資番号になってまして、2013年の、4256番目に見つかった脆弱性ですかね、というものになってます。でこの各バイナリーをそれぞれセーフトランスローダー上で実行し、リターンアドレスを書き換えるような、入力を与えた場合に、書き換えを防ぐことができるかっていうものを、検証しました。で結論は、全ての実行においてリターンアドレスの書き換えを防ぐことを確認しました。で次にパフォーマンスの評価なんですが、こちらは、スペックベンチマークの、スペック CPU2006 を用いて、セーフトランスローダーを適用した場合と非適用時の、実行時間を測定しました。で測定結果のグラフなんですが、縦軸が実行時間です。横軸はそのベンチマークに含まれる、バイナリーの各バイナリーを表しているんですが、セーフトランスローダーを適用した場合は、一部で関数の時間が多く発生するような場合は若干そのパフォーマンスの、オーバーヘッドを見られるんですが、その他はほとんど実行時間というのは変わらなくて、平均するとオーバーヘッドは 0.087% で、非常に低いものとなったと言えます。ソフトウェアライフサイクルから見た考察ということで、ソフトウェアのライフサイクルを、設計、実装、テスト、開発フェーズ、実行、保守、運用フェーズと、定義しているんですが、その中で、どのような対策技術を取ることができるかという点では、開発フェーズではコンパイル時に対策を施すものであったり、あとはコーディング、セキュアコーディングのような、コーディング時の対策があります。それから運用フェーズの対策というのは、セキュリティパッチ、ベンダーが公開するようなセキュリティパッチであったり、あとは実行時の対策というものがあります。で開発フェーズに適用する、対策技術の適用者は、もちろん開発者になるんですが、運用フェーズで、対策技術を適用するという場合の、適用者は、利用者、ソフトウェアの利用者であったり運用者になります。セーフトランスローダーがどこに当たるか、どこの対策に当たるかというと、この実行時対策の部分に当たるんですが、まず運用フェーズでこちら側の対策の重要性という点で、こちらの開発フェーズで脆弱性を作り込まないとは言い切れないので、開発フェーズで見逃された脆弱性の受け皿というのは非常に重要だと考えています。それから、運用フェーズでの対策に求められることとしては、一つはソースコードが得られない場合があるので、ソースコードのないバイナリーにも適用できること、それからあとは実行環境、そうですね、適用者が利用者であったり運用者であるので、開発者のような、知識を期待できない場合があるということで、実行環境に手を加える必要がなく利用者にとって適用が容易であることが、求められると考えています。でセーフトランスローダーは、このローダーという面で、ソースコードがなくてもバイナリーを直接ロードする際に、対策を施すので、ローダーという面で、この1番を満たしています。それからアプリケーションであるという面で、特に OS であったりそういったものをこう手を加える必要がないので、その点で、この利用者によって
とって適用が容易であるという面を満たしていると考えています。なので運用フェーズの対策の中でも、このセーフトランスローダーは、有用なんじゃないかというふうに、考えています。で、まとめなんですが、セーフトランスローダーは、運用フェーズにおける対策技術であり、ソースコードのないバイナリにも容易に適用できます。でセーフトランスローダーは特定のライブラリ関数を利用するバイナリに対して、リターンアドレスを書き換えるような SBOF 攻撃に対して有効だということが分かりました。それから、セーフトランスローダー非適用時に対する適用時のオーバーヘッドは約 0.087% と非常に小さいことが分かりました。で今後の課題というところで、まずは、境界検査関数の改善点として、今そのフレームポインターの位置までを書き込みの上限サイズとしているので、バッファーとフレームポインターの間に配置されたローカル変数が、書き換えられる可能性があるということで、そちらも防げるように改善していきたいと思っています。それからもう一つはセーフトランスローダー自体の改善点として、今セーフトランスローダー上でこの C++ の例外処理を含むプログラムの実行への対応ができてなくて、途中で正常に実行できずに途中で落ちちゃうというような状況になっていますので、そちらの、改善をしていきたいと考えています。というところで、ここまでがその発表、1月末に、学会で発表した内容になるんですが、今回そのお話ししたいのはこちらの部分で、皆さんに何かこうご存知の方がいれば知識を、いただければなと思っている部分なんですが、この C++ の例外処理を含むプログラムの実行への対応というところで、そうですね、セーフトランスローダーの課題となっているこの部分について、説明したいと思います。で C++ の例外処理なんですが、トライキャッチみたいなこうブロックで、表されるんですが、例外オブジェクトをスローすると、そのオブジェクトの型に対応するキャッチブロックが見つかるまで、実行中の関数を抜けて呼び出し元に戻ってまたキャッチブロックがあるかっていうのをこう探しながら、どんどん遡るっていうことをやっていきます。この呼び出し元の関数にこう戻っていく、順次こう戻っていくっていうような作業は、スタックやレジスターの状態を関数呼び出しの前にこう復元していかないと、その整合性を保つことができなくなってしまうので、これらの情報を正しく復元することが必要になっています。でこの呼び出し元の関数にこう遡っていくっていうようなことを、これ待機脱出であったりアンワインドというふうに呼ぶことがあるんですが、呼ばれているんですが、 GCC が提供するこのアンワインド待機脱出の方式としては、セットジャンプ、ロングジャンプ関数を利用するアンワインド SJLJ 方式と、もう一つバイナリ中に埋め込んだこのドワーフ2形式のデバッグ情報を利用して待機脱出するっていうアンワインド DW2 方式っていうのが、あります。でこのセーフトランスローダーはこのアンワインド DW2 方式で例外処理を行うプログラムをちょっと正常に実行できないというような問題を抱えています。でこのデバッグ情報っていうのがどういうものかというところなんですが、GCC がこう生成する ELF バイナリには、EH フレームセクションというのと EH フレームヘッダーセクション、この EH がエクセプションハンドリング例外処理というのを表していると思うんですが、というのがあります。この EH フレームセクションというのは、EH フレームセグメントという形で、別の形でまとめられてもいるんですが、このような形でバイナリの中にはデバッグ情報が、埋め込まれています。で EH フレームセクションっていうのは、複数の FDE フレームディスクリプションエントリーっていうのがこうなんかリストが含まれていまして、関数のアドレスこの範囲ここからここまでの命令というような、関数ごとにスタックやレジスタがどの程度こう変化するかっていうのを記録しておいたものになってまして、で、待機脱出する際はここでそのスタックやレジスタの変化を見て、それをきちんと巻き戻すことによってスタックやレジスタをこう調整して関数を抜けて待機脱出するというようなことを行っています。この EH フレームヘッダーセクションっていうのは、ここの EH フレームセクションの中に含まれる FDE っていうのを、探しやすくするために、相当したようなセクションになっています。
なので例外処理の時はこの EH フレームヘッダーから EH フレームというふうにたどって FDE を取得することで待機脱出するというようなものになっています。で今、セーフトランスローダーで、例外処理のプログラムを実行するとどうなってしまうかというところなんですが、こちらのソースコードで、単純にトライの中で、文字列型の、こういう例外を投げています。でスローの前に一旦このプッツ関数で、スローの前ですよというのを表示して、で、この投げた文字列型の、例外を受け取るキャッチブロックを用意しておいて、そこで受け取った文字列を、表示するというようなものになっています。普通に G プラプラで自己環境は、ここに書いてある部分の 14.04 でですね、GCC や GLibC はこのようなバージョンになっているんですが、普通にこの環境で G プラプラでビルドして実行すると、普通に、こちらのプッツの方で Before Slow っていうのが、まず表示されます、出力されます。それから、ちゃんとキャッチブロックで投げた例外を受け取ってエクセプションテストというふうにちゃんと表示することができるんですが、セーフトランスローダーでこっち実行した場合は、こちらのプッツは実行できるんですが、このスローした時点で落ちちゃいます。ターミネートコールドアフタースローイングアンインスタンスオブこの型ですね。で落ちちゃって、これは何かっていうと、アボートしているっていうことが分かります。このような状況でちょっと実行がうまくいかないというような状況になっています。で例外処理発生時の処理のフローっていうのが、なんかウェブページかなんかでご説明があったんですが、例外がこう発生したときは、まずアロケートエクセプションという関数で例外オブジェクトを生成します。で次に、CXA スローっていう関数が呼び出されて、これでオブジェクトのスローが行われます。で、この待機脱出アンワインドしている部分がこのアンワインドレイズエクセプションっていう関数で、この中で、待機脱出を行ってるんですが、具体的には一つ一つ、関数を抜けていくような処理をして、その中でこのパーソナリティっていう関数でキャッチブロックが存在するかをこうチェックします。でなければ、1つまた待機脱出して呼び出し元の関数に戻って、またパーソナリティを呼び出してキャッチブロックがあるかをこうどんどん見ていく。で、最後までこうスタックを遡っても、見つからなかったら CXA スローに戻ってターミネートを呼び出すと。であればこちらに移って、キャッチブロックを実際に実行する部分ですね。パーソナリティでキャッチブロックがあるかをチェックして、見つかったらキャッチのブロックの実行を実際に行います。で最後まで見つからなければ、スローに戻ってターミネートを呼び出すと。このターミネートを実行されるとプログラムがアボートするというようなものに、なってます。で先ほどちょっとうまくいかなかった部分というのは、ここでアンワインドレイズエクセプションという部分で問題が起きてまして、セーフトランスローダー上でその例外処理プログラムを実行すると、ちゃんとキャッチブロックが存在するのに見つけられないままアボートしてしまうというような状況になっていて、このアンワインドレイズエクセプションの部分で何か問題が起こってるんじゃないかなというふうに考えています。でアンワインドレイズエクセプションっていうのは、内部で、このような順番で関数を呼び出してるんですが、ちょっとあまり知識がないもので、ここで具体的に何をやってるっていうのがあまり分かってないんですが、このおそらくアンワインドファインド FDE っていうので、さっきほど説明したフレームディスクリプションエントリーっていう FDE をなんかも見つけてるのかなっていうのは、関数面から分かるんですが、推測できるんですが、その中でさらに DL イテレート PHDR っていう関数を呼んでいます。でこの関数は何かっていうと、実行中のプロセスから動的リンクされている共有ライブラリをたどっていき、この引数で指定したコールバック関数っていうのを、そのたどっていった、現在実行中のプロセスから1個ずつ共有ライブラリに対してコールバック関数を1個ずつこう実行していって、していくようなものになっています。で、今回その
アンワインドレイズエクセプションの中で、最終的に呼び出される DL イテレート PHDR っていうの中で、このコールバック関数として、アンワインドイテレート PHDR コールバックという関数が、実行されます。でこのアンワインドイテレート PHDR コールバックっていうので、今現在実行している一番上にある、実行中のプロセスの EH フレームセグメント、EH フレームヘッダーセクションを、探索しているというようなことを行っています。このセーフトランスローダーで、保護対象バイナリーを実行する場合、セーフトランスローダーが保護対象バイナリーを自身のこうアドレス空間の中に展開マップして実行するっていうような性質上、プロセス自体はこのセーフトランスローダー自身が、実行中のプロセスとみなされるというようなものになってまして、なので保護対象バイナリーではなく、セーフトランスローダー自身の、この EH フレームセグメントに基づいて、アンワインド待機脱出してしまうので、正しくその保護対象バイナリー中で呼び出した、例外処理に対して、正しくこうアンワインドができないんじゃないかなというふうに、考えています。この DL イテレート PHDR を実行する簡単なプログラムを、セーフトランスローダー上で実行した場合とセーフトランスローダーを適用しないで、実行した場合の、実行結果をちょっと調べてみたんですが、まずソースコードはこれは、DL イテレート PHDR の、マニュアルのページで公開されている、サンプルのコードになってまして、何をするものかっていうと、実行中のプロセスと動的リンクされている共有ライブラリをこう辿っていって、その一個一個に対して、このコールバック関数を実行します。でコールバック関数では何をやってるかというと、プログラムヘッダー中に含まれるセグメント情報を一個一個こう出力していくというようなものになってます。でこれを、セーフトランスローダーを適用しなかった場合と適用した場合のこう実行結果を、比較すると、そうですね、こちらはそのこの一番上の部分が、今実行中のプロセスの、セグメントの情報で、それに続くようにこう動的リンクされている共有ライブラリーの、情報セグメント情報が表示されていくというようなものになっています。でセーフトランスローダーを適用しない場合はちゃんとこのイテレートのっていう、実行中のプロセスの、セグメント情報がここに表示されているんですが、 0x80 というのがちょうどこれが展開される位置になっているんですが、セーフトランスローダーで実行した場合は、この値ではなくこの2000から始まる、こっちの方が表示されているんですが、ここがちょうどそのセーフトランスローダーのコードが展開される位置です、ね、で、ここの部分こっちを、このセーフトランスローダーの仮想アドレス空間の中にこの位置に包帯イテレートの部分もちゃんと展開されているんですが、DL イテレート PHDR でたどることができるのはここまでで、ちゃんと展開したイテレートの部分は、その関数側から見ることができないというような状況になっているのではないかなというふうに思います。そうですね、セーフトランスローダーを非適用しは、イテレートのセグメント情報がきちんと表示されるんですが、セーフトランスローダーを適用した場合はイテレートではなくセーフトランスローダーのセグメント情報が表示されてしまいます。あくまで、実行中のプロセスはセーフトランスローダーとこの関数側は見なしているということになっています。もうちょっと少し図で、状況を説明したいと思うんですが、本来保護対象バイナリー側でここでそのさっきの、文字列型の例外を投げるスローしてキャッチブロックがあってみたいなところをここでやってるんですが、ここにこちらの保護対象バイナリー側でスローした例外に対して処理したいので、この中に含まれるこのセグメントを見てほしいんですが、例外処理の中でこう呼び出されている DL イテレート PHDR っていうのは、あくまで実行中のプロセスはこっちだと見なしているので、こっちを見てしまってですね、正確的もうちょい分かりやすく言ってこっちの存在を知らないので、ここがもう実行中のプロセスとみなして、ここにあるこのセグメントを見てしまうというようなことが起きているんじゃないかな。それによって正しくこう、待機脱出ができないので、キャッチブロックが見つかりませんとなって最終的にアボートしてしまうんじゃないかなというふうに今、考えています。今私たちが、何ですかね、こういう原因で動かないんじゃないかなって思っている部分が、以上になりまして、で何かこうこの辺りの話に
詳しい方とか何かあれば、知見をいただきたいなと思っています。なんか この方式の例外処理の詳しい動作であったり、まあるいはこうデバッグで応付されるコツが分かる方であったり、あとはこのセクションやこのセクションそうですね、こちらの EH フレームや EH フレームヘッダーセクションの中のデータのこうどのようにこうデータがバイナリーデータが入っているのかとか、どのようにそれが解釈されて例外処理が行われるのかっていうのは、こちらそのデバッグする際にちょっとあるともうちょっと理解していけるのかなと思ってます。あとはそうですね、 DL イテレート PHDR はどのようなデータ構造を参照してこう実行中のプロセスや共有ライブラリをこう辿っているのかなであったり、あと他に今言ったような原因じゃなくて何か他にもっと根本的なところでここがダメなんじゃないのっていうような何か他の原因がありそうとか、そういうのがあったらぜひ何かご意見いただきたいなと思っています。発表は以上になります。ありがとうございます。もう、手を挙げてるなんて話じゃなくてどんどんやっちゃってください。いいですか。まずこれについてというか研究についてそもそもちょっと気になったのが2点ほどありまして、この研究の肝ってなんとなくその アンセーフな関数に置換するってそこがまあ工夫ポイントなのかなって思ったんですけど、それって理解合ってますか。要するにセーフトランスローダー自体は本質なのかなっていうのが若干よく分からなかったんですけど、あ、そうですね、というのも置換するだけだったら LD プリロードっていうやつがあると思う。それじゃなくてこれを使う、自らがまあ実行のローダーにならないといけないっていうところがちょっとすみません素人目に分からなかったっていうところで、そうですね、まずその関数を置き換えるっていうような手法はそうですね、こちらでも挙げたそのリブセーフっていうのが LD プリロードでを使ってライブラリー関数を置換するというようなものになってまして、で実際にこれがありますと、もう以前からこう長い間こう開発されてきましたという背景がありまして、でこの LD プリロードを使ったライブラリー関数の置換っていうのは、そのバイナリー自体がセット UID っていうので、実行時にルート権限とかでこう所有、プログラムの所有者権限でこう動作するような設定がされていた場合に、セキュリティの面で LD プリロードっていうのがこう無視されて使えないようになってまして、でそういう場合はその関数の置換が行えないというようなものになっています。でこのローダーを使って関数を置換するっていうような手法を取ると、この LD プリロードではセット UID された、バイナリーに対して関数の置換を行えないんですが、ローダーっていう手法だと関数の置換をすることができて、より安全と言えるんじゃないかなというところが、そこが、私たちのアプローチの、なんですか、優位性みたいな部分で考えているところです。なのでそうですね、関数の置換自体で何かエラーが起こっているってわけではなくて、自分たちがこうやっているロード処理の部分で何か問題が起こってて例外処理が動かないっていうような認識です。なるほど。あともう一つ、すみません、関係ないんですけど、パフォーマンスを取りましたってやつなんですけども、ある意味その置換した関する前の関数とした部分の処理の差がまあ多分オーバーヘッドに基本的になってくると思うんで、これを指標でやりましたっていうのは多分普通に OK だと思うんですけど、そのさっきもおっしゃられた置換が多いとか、その置き換える関数がいっぱいこう入っているプログラムだと、まあ、オーバーヘッドが相対的に大きくなっていくと思うんで、なんとなくその置換する前の100回ぐらいとか1000回ぐらいループしたやつの実行結果で、まあ、そもそもこの関数のアンセーフかセーフに行った時のオーバーヘッドは時間実時間でこれぐらいの差しかないですみたいなのを見せとけば、パフォーマンスについては、まあ、だからほとんど影響ないんだよって説明ができちゃうんじゃないかなって思いました。あえて一般的な指標じゃなくても別に、そもそもほとんど多分オーバーヘッドって多分この類だとないように見えたんで、はい、はい、ありがとうございます。すいません、質問には答えられないですし、でさっき言った具体的にもうそこまで分かってた、なんとなくうまくポイントをさ、あ、すみません、なんだっけ、
エラーハンドリングの方のやつがその見てなんだローダーの方を見ちゃ参照しちゃってて、はい、ローダーはそのエントリーを持てないんでそのままウィッて落ちちゃうって話はそこまで分かってた。なんとなくポイントはうまく差し替えればいい良さそうな気配がしますけど、どうなんですかね。あのおっしゃる通りでそうなんですけど、まあ、それがどこにあの、ね、保存されてるのか、はい、どう管理されてるのか、これがさっぱり分かんなくて、まあ、今回彼が喋ってるんですけど、何人かでちょっと調べてるんですけど、そもそもこういう情報ってどこに行けばあのドキュメント持ちたいのかさっぱり分かんなくて、全然手探りもできないっていう状況で、ドキュメントはないんでしょうね。ここは LDSO のところなんで、その LDSO そのものローダーそのもののコードを読んでどう作ってるのかっていうのを見なきゃいけないな。るほど。でローダーそのものはアーキテクチャに依存して結構コードが変わるので、インテル用だったらインテル用のやつを読んで、そのローダーの、ローダー自身がどういうコンテキスト OS から見た時にどういうコンテキストにあるのかっていうのは多分ローダー自身が決めてるので、それに習うしかないんじゃないかな。今は多分その、何でしたっけ、セーフトランスローダーっていうのは OS から見ると本当に戦闘のプロセスと見えてるんじゃないかな。でそこの作法が多分何かトリックがあるんだと思うんですけど、本体プログラムの実行してる内部で実行してる本物のプログラムの方が、コンテキスト本体 OS から見た時のユーザープロセスの本体ですよって多分認識させないといけないと。でそれっておそらくその LDSO のコードをちょっと読むしかないんじゃないかなと本来は多分 LDSO そのものを改造して置き換えてしまうっていうか多分アプローチとしては正しいと思うんですけど、若干それは考えたんですけど、皆さんはそのソースコードをずっと見てるんでなんとなくこう当たりがつくのかなと思って、我々基本的にこういうことをやりたいっていうところからスタートしてってるので、その結局そのソースコードを見れば分かるって言われても、ソースコードを全部こう解読する、そこを読むのが 本質じゃないですかね。じゃないとまだやらないですけど、そこが分かんないで、なんかイメージとしてどっかに仕様があって、うん、それに基づいて作ってるのかなみたいな、ちょっとだから本当この発言で多分あのピンとくると思うんですけど、我々はそういうのを開発全くしたことがないので、その辺の情報がなかなか取れないと、まあ、だから最後はソースコード読むんだろうなと思うんですけど、そこは結構時間がかかるので、アプローチとしてはまあなるべく最後にしたいっていうローダーリンカーって大昔は確かに参考書があったんですけど、おそらく今販売されてないような、その電子書籍とかで流行る前のぐらいの、それこそ本当に LDSO がそのダイナミックローディングの話が出た頃にリンカーローダーっていう参考書があったんです。これって、マイナリー自体をロードするときに、エクセプションとかは、普通のその GCC のやり方、GDBC とかのやり方ってロードはしているんですよね。はい、そうですね。はい、例えば、そうすると対応する対象となっているアプリケーションで、例えば GDBC の中のバックレスパンスとか使ったときも、ちゃんとそれは解釈できる。そうですね、このセーフトランスローダーを使って、そういった関数を実行するようなプログラムを実行しようとすると、そちらもうまくいかないと思います。うん、ちょっとそうするとなんかなんていうか、リンクというよりは、スタッフレームがなんかおかしくなるようになってるみたいな。あ、そうですね、そうですね、セーフトランスローダーと、この防対象バイナリ自体が、スタックを共有するというような形になるので、そこでスタックがこうずれてしまって、なんか遡るときにスタックがこうずれてるから、そのずれてないことを想定して作られたデバッグ情報で、戻ろうとすると、うん、ずれていってうまくいかないっていうようなものもちょっと考えたんですが、そこらそのあたりはちょっとあまり根拠がこう見つからない、本当にずれてるのかであったり、結局呼び出している、関数自体はまあ多分同じもの、一
部こう下の部分にセーフトランスローダーが使ったスタックの跡があって、その上で保護対象バイナリーでこう呼び出す関数のスタックがどんどん形成されていくので、確かにこの元の部分で少しずれてる可能性はあるんですが、相対的にその呼び出してる関数は、これを適用しない場合も適用した場合もこの中で呼び出す関数っていうのは変わらないので、相対的な何か位置関係っていうのは問題じゃないのかなというところが思って、その線もちょっと当たってみたんですが、こうそれが原因だってい こう確証が得られないまま、なんか、そうですね、あんまり確証が得られないというような状況になってまして、で別のなんかこう原因があるんじゃないかということで、今回こっちを調べてみたら、なんとなくこっちの方がなんかそうなんじゃないかなっていう気に なったので、こちらの話をちょっとさせていただいたというような。分かるのって関数の頭からの運行の存在アドレスを見たときに、このアドレスを見たときに、そこでスタックがどれだけ消費されているかっていう情報しかないんですけど、そうですね、その関数によってどれだけこうスタックやレジスターが多分変化するか、あでもそのあたりの部分も実際はあんまり分かってなくて、このドワーフ形式で、このなんかドワーフの標準に従って多分、GCC とかが自分で実装してこういう形式でバイナリを埋め込もうみたいな感じにしてると思うんですが、そのドワーフ自体の仕様書はあるんですけど、そっちにはこの GCC でどのようにこうコンパイルした時に埋め込むような実装になってるかというようなバイナリデータがどういうふうに埋め込まれて、それがこのドワーフ形式とこう解釈されるかみたいな部分の、文献がなくて、文献は確かにないんですドワーフに関しては。で、バイナリデータというかダンプをしてみるしかないんですけど、ダンプはしました。はい。MU っていうの中に、EVF があるので、EVF チェンジっていうのがあるので、はい、これ使って、そのセクションをダンプすると、どういう情報が入っているかというのを全部出してくれるんです。そうですね。その中身が、は一応、なんですか、表示させてみることはやってみたんですけど、そこから例えばなんかアドレスが入ってそうだったらアドレスかなっていうのはなんとなくこう見れば分かる場合があるんですけど、なんかアドレスっぽい感じでも ないなみたいなので、アドレスじゃなくて、あれはなんていうか何メリーかごとに、このスタッフをこう変更するメールとかあったりすると、スタッフみたいな変更するメールとかあったりすると、大体どこからどこまで例えば何バイトをスタッフを上げましたとか下げましたっていうのをシーケンスにして前からの差分にしてこう保存してるんですよ。なので、ちょっと特殊な命令を解析しないといけなくて、でそれを解析すると、ある特定のアドレスまで実行が済んでいた場合に、スタッフが本来、フレームポインターでされているはずなんですけど、フレームポインターがない場合でもスタッフが、関数の頭からどれだけ操作されたかっていうのが分かるようになっています。そのあたりのその命令みたいなのっていうのはどっかに、ドアフの仕様書の中に書いてます。それはただ全部命令がバイトコードと同じで、ね、オペコードのあれだけになっているので、まあ、とりあえず EVL でダンプした時にはちゃんとそのあたり命令の名前で書いてますから、ちょっと解釈するしかないですよ、頑張って。そのあたりの命令っていうのは、CPU 機械語っていうわけではないんですよね。ではないです。また関係ないです。ありがとうございます。この問題ってデバッカーでも同じように起こると思うんですけども、多分これはデバッカーでもどう対処してるのかっていう話みたいな。デバッカーはだってそのまま普通にロードしている状態のものを見てるだけなので、中でも例えばこれ使ってやる、多分アタッチしてやると、うまく動かないです。そうですね。デバッカーはどうやって実現してるんですか。デバッカーはこうメモリー。これも同じです。結局同じようにデバッグ情報を見て、あやっぱそこを解釈するの、はい、のを作り込んでるわけですね。そうです。まあ実際にはライブラリーがあるんですけど、それを使って。ライブラリーがある。ただし、デバッグ情報を解析するライブラリーが3種類ぐらいあって。GDB は多分自分で作ってます。
なんかちょっと素人目に気になったのはやっぱりそのさっきのセルトランスローダーエテレットかけた時にセルトランスローダー自身のところを見てるって言われてたじゃないですか、はい、それってだからローダーってなってるけど多分ローダーじゃなくて本当にプログラムそのものじゃなくてそうですねアプリケーション そっちのスペックを探しに行っちゃうっていうところの入り口がそもそもずれたりするんですよね。そうだと、はい、探索を始めるスタートは誰が決めるんですかっていうところにもなんかトリックがあるみたいな。そうで真面目にだからきちんと正しい手段でセーフトランスローダーのスタックをなんか辿ってて見つかりませんって言ってるだけしかなんか見えない。そうだと思います。だからセーフトランスローダーっていうのは C で書かれてるんですけど、うん、だからそれがないんですね、トライキャッチのその部分が。なので C++ で書いてみたらなんかとりあえず適当にキャッチできちゃうかもしれないなとは思って、多分違うものが出せるんじゃないかなとこれがセグフォーだってメッセージ出すの それはちょっとなんか実験してみてあこっち捕まっちゃったみたいな、はい、それはスタックが認識できてないよねっていう話になるんだと思うけど、それは多分あのローダーじゃないからだと思うんですよね、本物のね、ただのプログラムだと思うので、そこはなんとなくあの、まあ、ちょっと試してみようかなっていうのは昨日も届いた話だったんですけど、で今度はそれをじゃあそうだとしてどこで、その管理情報みたいなのを持ってるのかなっていうのはこれが分かんなくて、おっしゃる通り多分最初のところをずらせばなんかこうなんかポロッとずらせば意外になんか分かんなくても動くんじゃないのかなっていう気はしてるんですけど、結局どこでその200っていうところなのか、4800っていうふうになんかやってるのかの部分が、ここは見えてないんです。はいはい、どうぞどうぞどうぞ。あ、いいですか。あ、大丈夫です。お願いします。基本的なことを知りますけど、スローカル的に処理っていうのはどこに実装するんですか。リブストリアムシンプルから。そうですね、ライブラリー関数で多分実現されていると、アマインドドアス2っていうのも含めて、あ、これは全部リサークシープラプラグだから、はい、今作られているセキュアローダーはリスタンドシープラプラグは GCC のものを利用しているって、そうです、はい、多分リスタンドシープラプラグをカスタマイズしたものを作れる、セクションの指す先を、うん、その上にロードしたアプリケーションを指すところに変えるっていうのが、これに関しては動くんじゃないかと思うんですけど、 Web スタンダード C++ は誰がロードしてるんですかって言ったら、トランスローダーをロードした LDSO がロードしてるんですよ。そうですね。だからそこがもう根本的に違ってしまう、ね。まあそうですね。うん、そして、ローダーじゃないのはまさにそう。だからローダーは LDSO しかいないから、そのローダーを基準で動くときには、プログラムとしてはセーフトランスローダーになっちゃうから。そうですね。ローダー、OS のローダーが。間違えてる気がします。結構いろんなものを変えていかないとダメだよな。こちらにソースコードどっかで取れるんですか。まだ解析する気になるので。ありがたい。もともとは、国内の人だよね。そうです。作ったその、もう C のボーダー、ちょっと私全然覚えてないので、彼に。それを、オープンソースだったんで、それを、借りもらってきて、そこからあのかなり、シンプルなローダーだったので、ほとんどまともに動かないと失礼ですけど、動かなかったんで、そこを、自分たちの研究室の時間かけて育ててってっていう状況 でそれにさっき のセキュリティ対策を乗っけてるっていうイメージなんですね。で、そのオリジナルの部分はその元のところにこう戻すか、もしくは自分たちで公開しようかっていう、そもそもオープンソースとかって全然分かってないんで、そもそもそうやって持ってきたのを勝手に公開していいのかとか全然分かってないんで、どうしようかなっていう段階で、それはあの後でしょ。よく分かる。そのライセンスっていうのはいっぱいあるんですけど、それが何なのかとかって思って。ミッドならやりたい放題このライセンスを見たらやりたい放題
このオリジナルオーサーのコピーライトさえ残してこのライセンス分だけ継承してれば大丈夫。これはやりたい方だよ。ただあのさっきあのコメントにあったように、LDSOの方を変更して同じような機能を作り込むっていうのって最初に、いや今回あの解決したい課題っていうのが結構その実用性を見た時に必要な機能じゃないですか、うん、で今研究の段階だったら必要ない機能ですよね、これができましたっていう でもその今回その今あの話がだんだん進んできます。ただ、これ今回スタックバッファーオーバーフローだけなんですけど、いくつか他にももうあの対策機能があのできてるんですけど、それをまとめてポンとあの入れて、で、いろんなシステムに対してというふうに思ってるんですけど、その一つにそのブラウザーとかもあのターゲットとしてあるんですね。なのでやっぱり比較的いろんなあのシステムに動くっていうのが、まあ、別に我々実用性をそこまで目指せないんですけど、製品化とか目指せないんですけど、ある程度はその評価を取るときに、まあ、いろんなあの脆弱性があるソフトウェアを動かさなくちゃいけないので、そのためには広く動くように、していきたいっていう気持ちがあるんです。あのそれは分かるんですが、広く動かすためだったらまずはやっぱりLPG を使ってやった方がいいなっていうのは、設備ガイディングされてるのってほとんどないじゃないですか。うん、そうすれば逆にあのロードしてるレイヤー自体はほとんど変わらないはずだから、今回の問題はできないんじゃないかな。でも最近あの検討されるのはどうですかね。実際実用性の方に倒すんであれば。必要性の方に倒すと、無理性のせいになるんですあなるほど。それをこれだけでまあ、インステージにプラスアルファしてしまうっていうのは、ね、まあ、それが、まあ論文としてどういう評価になるかっていうのを見せてですね。心の中にあの秘めとくよりもいや、それはさとどっから直った方がいいですかね。まあ、とりあえずちょっと今日はあのまず、ね、そう今日とりあえずそのこのソースコードも持ってきたやつを我々がいじったやつを出してもいい良さそうな雰囲気があるので、それはどっかあの公開はあのもうしていきたいと思います。で、なんかはちょっとご興味のある方にコメントいただけたらなお嬉しい。あの正直言って MIT ライセンスなのでやりたい方だって、あの基本的にはあの大学の方針であるとか、あの研究成果物をどういうふうに扱うかってあるとか、方針っていうのはちょっと確認しないといけないところではあると思いますけれど、基本的にこれあの我々としてもあのよくあるのは、あのじゃあ実際あのソース見ちゃおうよっていう話に転がってすぐに展開するの、ね、で、あのむしろあの例えばあの横田さんのところでこういうあの Git を用意してこのところにコードが実はあるんですけどって言ったら、もう今頃みんなバーッとこうフリクエストとか始めるような状況になってると思うんで、あのぜひちょっとコードを今度見せていただきながらっていうようなディスカッションができるといいかなっていうふうに思います。あの、はい、どうぞ。そのローダーの部分だけは、もともとその、はい、落ちてたものなんで、そこは問題なく出そうかなと、はい、セキュリティの部分、対策技術が入った部分は、一応あの、この後ちょっとあの会議に出そうと思っているので、はい、まあ、そこもちょっとお客さんに教えていただきながら、どういうふうに出していくのがいいのかっていうのは分かってないので、ちょっとやっていきたいなと思っています。あの実はそこら辺、結構会社の中で専門家だったりします。ああ、そうなんですか。ぜひ教えをいただきたいなと。じゃあそんなところで、あのまたいろいろ気がついたことであるってはありましたら、あのメールを差し上げたりいろいろこうやり取りしていただければと思います。よろしいですか。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。